にちは。その図です。こんにちは。こんにちは。突然すみません、キラリの皆さん、ちょっと告知するのをライブを始める瞬間に気づきました。告知忘れました、ごめんなさい。サナイトです。今日のお昼ご飯を配信していきたいと思います。ちょっとごめんなさい。こちらです。今日はラーメン、今日は味噌ラーメンを食べていきたいと思います。今日 TVer で真犯人フラグ見ました。ガチありがとう。今日たくさん握手会来てくれた皆さん、ありがとうございます。本当に僕今岡崎にいます。愛知県岡崎市にいます。岡崎市民、佐野飯じゃないんかよ。そうなん、ごめんって、佐野飯やりたいんだけどね、俺あんま家にいないんだ今。ほぼか、ほぼ家にいないんだ。キッチンがない場所にいるんだ俺今。岡崎花火大会らしいね今日。岡崎の花火大会すごいよね。俺あんまりね、たくさん今行ったことないんだよな。めっちゃ混むのよあそこ。いただきます。岡崎の、ラーメンを奪い宅配しました。これどこのラーメンなんだろう。あれですね、いのラーメン、イオン、イオンのラーメンです。今岡崎の家にいる人、一緒にラーメン食べてください。これどこのラーメン屋さんなんだっけ。岡崎のこのラーメン、満腹亭違う、え、丸源のラーメンです。岡崎のイオンの丸源のラーメンです。いや、スガキ屋もいいよね。名古屋といえば、名古屋と言ったらスガキ屋ラーメン、世界の食べれーせん、スガキ屋ラーメン。いただきます。何この味噌ラーメン、すごい特殊な色してるな。机がめっちゃ低いな、これ。ちょっといただき、ミーチです。反転します。丸源ラーメンって全国チェーンなのかな。美味しいけど、なんか味噌ラーメンか、これ味噌ラーメンか、うん、なんか味噌の味、なんかめっちゃ美味しいんだけど味噌ラーメンじゃないな味が。今日やばいね、ね、ゲップじゃねえよ、しゃっくりだよ。詰まっちゃったラーメンが喉に。マルゲンの肉そば美味しいよ。肉そば食べてる人いるよここに。あれ、これ肉そば。あー、うまそう。これから肉そば。へえ。ライブ行ったら会える。それは会えるよ、ライブは。埼玉スーパーアリーナ来てください。なんで今日岡崎にいるの。握手会だよ。埼玉スーパーアリーナやります。11月3、4でぜひ来てください。地元どうですか。あのね、あんま俺ね、今握手会やってる場所知らないんだよね。母親の免許の更新かなんかで来たことあるんだけど、一緒についてきて。
箸の持ち方かわいい。ごめん、ちょっと汚い。箸がね、短すぎて持てないんだ、これ。俺、手が大きくてさ、見てください。これでしょ？俺、手のサイズに合ってないの、これ。短すぎてさ、箸の持ち方、母親めっちゃ厳しく教えてくれたのにさ。俺、ちょっと、これ、短いのよ、箸が。折れちゃいそう。ほら。そうそうでもない。これさ、食べるとこにさ、指かかっちゃいそうなの。母親の免許講習ついてきてよ。ちっちゃい頃だよ。そんな大人なんて大人なんてじゃないですよ。幼稚園とかの時に一緒についてきたことある。うん。やべ、こぼしちゃった。映っちゃうよ。ちょっと。汁が飛んじゃった、ここに。ごめんなさい。ありがとうございます。やべ、白にラーメンの汁はやばい。ごめんなさい、サイレストさん。見てますか、ごめんなさい。MX さんがフォローしてくれました。お、染み取りきました。染み取りします。ごめんなさい。すげえな、この染み取り。取れる。おと、やべ、太ももがべちょべちょ。やべ、つめて。下に引いたらさ、ちょっと、おパンツが見えちゃう。目黒くんになってるの。ちょっと、パパ。目黒くん、この前あのメッセージ来ましたよ。写真集見たよっつって。優しいよね。お気に入りのページも教えてくれました。写真付きで優しいよね、彼ね。ちゃんと見てくれんだもん。あ、パパパってあの僕のあのデビュー当時からずっと一緒のマネージャーさん、パパって呼んでます俺。むせてます。喉痛いのになんか辛いそば食ってて。実家帰る、実家帰るか言っていいのかな。明日奈良ですね、僕。奈良であのファミティングがあるんでって感じです。写真集待ってますって。誰が買うんだよ。ドラマ出てますか？私ですか？ドラマ出させてもらったこと記憶ではあるかな。ちょっとだけね。一番新しいドラマなんだろう、最近で言うと。え、なんだろう。トリリオンか。トリリオンゲーム出させてもらってます。あと10月からは朝ドラに出ます。やべ、佐野くんの買ってないけどパパの新種ならパパのファンいるわ。おかしいだろ。おかしいだろって。それは人種ぜひゲットしてください。なんかそうだ、ファンの方に握手会で言われたんだけど、写真集の男性ランキングがなんか1位だったのかな。
ありがとうございます。俺知らなかった。それ何それ。パパの新種いくらですかですって。3万。高っ。買わんて。ラーメン食べてます。うん、箸が短い。めちゃくちゃ短い。ちょっと短いですよね、この箸。熊本行くよ。熊本好きなんだよな。めっちゃ好き熊本。俺カルデラ味噌ラーメンなんだけどね、多分ちょっと味噌入れ忘れたのかな。味噌の味しない全然。これ何ラーメンなんだろう。あ、そうだ、写真集イベントやるんですけど、来週これ一番くじやるんですよ僕。その、ものが来たんで一回見せたいと思います。B 賞まで見せましたね。ここからランク下がっていきます。C 賞これいいですよ。開けていいのかな。クリップ今バスの中佐野杉しかおらんで。どういうこと。スペシャルくじっていう名前になったらしいです。一番くじじゃなくて。あ、そういうことか。バスでみんな来てくれてるのか。ありがとうね、佐野市のバスのみんな。ありがとう。これです。 B 賞 C 賞こちら。誰が欲しい。誰が欲しい。欲しいかなこれ。カバンのところにこうやってつけたら、俺がなんか車でこうやって遊んでる声、ポーンっていうのがもらえるよっていう。これ左右あるんだっけ。え、これしかないのか。反転バージョン。あれ、あおい、そう、あのマリオのカートみたいな感じですね。ほらこれ反転バージョンもあるんで。反転バージョンいる。どこにつけるんですか。え、誰が欲しいこれ。これつける人いる、プライベートでこれ。いる。やばいやつでしょこれ、つける人。え、まあでもこれあれですね、カバンとかにつけてください。こういうところでもいいんですけど。え、めっちゃ欲しい。あ、めっちゃ欲しいんだ。ありがとう、よかった。めっちゃ欲しいならよかったわ。自分で作っといてこれいるかなと思っちゃったんだけど。ありがとう。これが C 賞です。続いて D 賞はまあ D なんでさすがにあれですけど、これ僕が自分で描いた絵です。僕が自分で描いた絵をこうヘアゴムにして。 Here now。 え、この絵誰が欲しい。この絵いる。でもこの絵割りながらちょっと悪くないと思ってんだよね、このパーカー着てる俺。これ一緒。ヘアゴムこうやってクルーディングつけるんだって、こうやって。え？かわいい。あ、かわいいって、ありがとう。あ、甘いなみんな俺に。俺のこと好きじゃない人だったら、いや、いらんわってなるやつだよこれ。まあでも俺のこと好きな人に向けて作ってるからね。俺が直筆でこれ書いてるから、ちゃんと。1000円で2個入ってるらしいです。あとはまあまあこういう感じでなんか Here now って書いてるとか、まあ俺の直筆が嫌だなって人用にこの Here now とか。ああ、これいいっすよ。バン Here now。 誰がつけんのこれ。ちゃんと紙につける人いるのかな。まあまあでもお家とかでね、お風呂上がりとかにつけてくださいっていう感じですね。そしていい賞俺。これバッチっすね。まあでもまあ正直これは、まあまあ、はい、いい賞。これ良いよね。これちょっといいよね。俺のおでこにヒアナー。これ俺好きっすよ。あのこれはシンプルにちょっとまあ可愛いんじゃないですか。ガソリンスタンドのヒアナー。まあこれシンプルにいいんじゃないですか。壁とかつけるのにね。
まあ、あとはこんな感じで、この直筆ヒアナウ。はい、これ。この色も可愛いですよね。ヒアナウ。服色違いです、これさっきのやつと。まあそんな感じですね。まあ、たった一つぜひつけてみてください。センスいいね。マジで。俺センスないと思ったんだけど、自分で。ありがとう。マグネットよかった、確かにね。でこの絵だけはね、俺可愛いと思うんだ、これ。この絵可愛いよね、ちょっとね、この。フード被ってる、俺。ああ、絵はいい。可愛い、ごめんなさい。あと、これがお気に入りですね、やっぱり。あ、間違えた。イラストは、タブレットで描きました。ネット販売してほしいですって、やっぱり。そりゃそうだよ、イベント限定だとさ、やっぱ来れない人買えないもん。あ、9時だった。9時これからやめる。ごめん。9時ミスったわ。俺がどうしても9時がいいって言ってやったんだけど、他の人買えないが、ごめん。やめるわ。申し訳ねえ。今回ミスった。ステッカーないの？ステッカーない。ミスった。次作る。フィギュアはね、ちゃんとあのシリアルナンバーみたいな3体しかないんで、世界に1、2、3って書こうと思ってるんで、1、2、3をちょっと集めて、ドラゴンボールみたいに3人で集まって願い叶えてくださいってことで、オンラインくじ、オンラインくじとかできないんですか？できない、無理だって。今からキラリがあるからできないらしいです。そんな 裏話していいの？グッズ扇風機出してほしい。いや、普通に買った方が安いと思うよ。だって俺とかついたらさ、多少さ、やっぱちょっと値段が上がっちゃうと思うの。作るからさ、受注生産とか裏話すぎるな。普通に買った方が安いと思うよ、多分。性能もいいし、普通のそれでもよければ作るけどさ、どうなの？俺がついてるやつがいい。じゃ、扇風機に貼るシールとか作ってあげた方がいいんじゃない？だったらキラリ限定とかありですね。あ、キーホルダーね、作りたい。最近ちょっとキーホルダーつけるのハマってて、俺カバンとかに。キラリでできるけど、買ってくれる？俺みんながさ、欲しい欲しいって言うから作って買ってくれなかったらさ、困っちゃうのよ、在庫が余っちゃってさ。まあ、俺のがいいの？あ、そうなんだ。すごいね、みんな。あ、買ってくれんの？あ、マジで言ってる？すごいじゃん。特殊な形の扇風機作るわ。スタピーみたいな。星の。スタピーみんなフォローしてあげてね。すげえ言われるんだから、スタピーお願いしますって。毎回でも俺は顔変えた方がいいですよって言ってるんだけど。タオルね。何でも、何でもいいか。そうだよね。え？スタッフの公式 TikTok、なんか200人ぐらい増えたらしいです、あのストーリーで。ありがとうございます、フォローしてくれた方。めちゃくちゃ喜んでました。連絡来ましたから。ありがとうございますって。今つけてるスカーフ。これはもう俺がずっと何年もつけてるヘアメイクさんのスカーフだからダメだ。やべ、飛んでもらっちゃった。筋トレ見てる。え、筋トレも放送してる？まだじゃん、びっくりした。焦った、俺宣伝してないと思って。サナメシ俺もやりたいよ。いつできんだろう、サナメシ。フォローしたよ、ありがとう。エアコンついてる。私ちょっと暑いの。髪の毛切って。分かったよ、切るよ。金髪園の金髪したいんだよね。めっちゃ金髪にしたい。家じゃないです、ここ岡崎です。あ、映ってる。
方が、あのアヒルかわいいの人です。たかし君と話してない。たかし君ありがとうございました。本当にあのハッシュタグ決めてくださって。なんで名前知ってる人いんの。めっちゃモッチさんで書かれてんだけど。すごっ。どっかで名前言ったのかな俺。ああそっかそっか。今何タイム、交流深めるタイムでしょ。僕らと皆さんの仲を深めるタイムだよ。頭ぶつけた。ん、じゃあそんな感じでちょっとあのえ筋トレの裏エピソード、何裏エピソードって話してました2人。あのレン君と海人とめっちゃ喋りました。海人久しぶりに会えて嬉しかったな。レン君も初めてたくさん話せて嬉しかったです。歯並び綺麗、ありがとう。もう小学校の時なんか母親が矯正させてくれて、それで綺麗なのかも。ということでありがとうございました。岡崎今から来る人お楽しみに。埼玉スーパーアリーナ待ってます。Bye-bye.